久々のラーメンなんだから、どうも、ハセちゃんでございますけども、今回はですね、まあ今自粛期間中、まあ、まん延防止でね、時間もあるんでちょっとヒゲも伸びてきたんでね、ここはラーメン屋のコスプレ行くしかないっしょということで、ただコスプレだけだとちょっと、ちょっとね、先日私こちらをいただきまして、デルデッテ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 ッ、横浜家系総本山吉村屋。はい、こちら麺とスープが入ってるこのお家でも作れる吉村屋さんの、ラーメンをいただいたんでね、今日はちょっとこれを作っていこうかなと思います。吉村屋さんといえばもう皆さん知る人ぞ知る感じだと思うんですけど、俺はね、こんな出来の悪い弟子初めてだよ。お前、ああ、お前ガキに負けるんだったら、お前ガキなんてアホで使ってやれバカ野郎。お前それができないんだったら腹切って死ね。お前片付ける時手に出てたっても関係ねえだろバカ野郎。お前バカ野郎、まだそんなレベルか。お前はまだ、おい、みんな見とけ、これ東大出たやつの慣れの姿だよこれが。お前もっと手を動かさなきゃダメだよお前。そしたらお客さんから、うるせえなお前、ちょっと静かにしてくれよ。おー、悪い悪い、おい、ちょっとお客さんに金やってくれ、返してくれ金。あのね、こいつにね、俺500万かかってんだよお前、だから俺たちも真剣なんだよ。またご縁がありましたらどうぞ。いや、僕ね25年間やってるけどね、お客さんとこうやって口喧嘩したの初めてだよね。初めてだよね、帰れっつったのね。みたいな吉村屋さんのこの店主ですね、こちらにいらっしゃいますけどね、なんて書いてあるんでしょうね。入れ系って言ってもなんとなくそう呼ばれるなっただけだよお前。僕自身は生涯一軒の店をしっかり自分の手で続けていきたい。ラーメンの味だって決めるのは僕、常に一番うまいラーメンを目指して進化させてるんです。だから絶対誰にも追いつかれることはないと思うよ。いやー、やっぱりね、このラーメンに熱い吉村さんの店主が作って磨き上げてきた、この味楽しめるわけです。では早速調理していきましょう。あったか。はい、というわけでね、こちらにまずこの中太ストレート麺ですかねがありまして、こちらの吉村さんのスープですね。そしてトッピングにこちら海苔、チャーシュー、煮卵、そしてほうれん草、こちら用意しました。そして僕のちょっと好みなんですけど、こちらのネギチャーシューをね、ちょっとふんだんに使っていこうかなと思います。もうあとは麺を茹でてスープ入れるだけなんで、早速やっちゃいましょう。はい、というわけで完成しました、こちらです。いや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 、いいですね、芸術的なパイができました。ちょっとね、海苔がふやけてしまってますけども、早速いただきましょう。いただきます。うわ、もうほんと作り方手順通り作りましたよ。いただきます。おお、あ、うめえ。僕ね、店舗で食べたことないですよ、吉村屋さんで。これが直系の味。うわー、スープがいい感じの濃さ。うん、あ、麺めちゃくちゃうまいね。2分半ぐらいだったんですよ、茹で時間が。歯応えバッチリだ。うん、このネギチャーシューは自分で作ったんですけど、うん、あ、めちゃめちゃ相性いいですね。
はい、家系と言ったらやっぱりライスでしょうね。これもね、店の雰囲気ちょっと、うん、うわたまんないね。うん、ちょっと海苔でやってみる。本当は店はもっとうまいんでしょうね。そりゃそうだよね。うん、うまい。素晴らしいな。いや、やっぱりね、よくあるその赤い看板の家系ですっていうラーメン屋さんもね、もちろん美味しいしいいんですけど、やっぱ全然そのさ、スープのうまみとさ純度が違うというか、すごく神聖なスープいただいてる感じがしましたね。やっぱね、この作り込んできたスープと、そしてあのストレート麺がちょっと絡んでもちもちの麺でね、茹で時間もバッチリだったんで、最高でした。皆さんもぜひ試してみてください。以上、吉村屋のラーメン家で作って食べてみたでした。ありがとうございました。